第4試合シングルマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー京都府出身183パウンドダイナマイト関西赤コーナー新潟県出身148パウンド里村芽衣子レフェリー伊藤幸子手を差し出して握手を求めるふりをして仕掛けたのはダイナマイト関西。第4試合ゴングが鳴りました。さあ再戦を要求したのは格上のダイナマイト関西。試合前にこの里村の追われる立場は初めてだとこういう話をしておりました。永井さん言われてみればそうなんですよね。そうですね、実は追う立場より追われる立場の方がはるかに辛いんですよね。まあでもそういった意味では本当にもう経験も実績もそしてウェイトもパワーも上回るダイナマイト関西からの再戦要求。そうですね、関西選手は前回負けた時には、里村選手はもうシングル初対戦という形だったので、はい、まあ、その実力を測りかねた部分もあると思うんですよね。はい、今回はもう同じ鉄は踏まないでしょうから、里村選手は2連勝するのはかなり難しいことですよ ね。 なるほどね。逆に言えば2連勝すれば里村選手の実力と認めてもいいと思うんですよね。はい、まあ、あえて里村は自らの口からは追われる立場と言っていましたが、ダイナマイト関西も2度同じ相手とやる。アイアンクロー入りましたね今ね。おっとこのニュートラルコーナー2段目のロープでアイアンクローであります。右手でこの里村のこめかみをがっちりと握りしめております。いやー里村もこれは不安定な体勢でアイアンクロー。これ永井さんリング上でかけられるより効くんじゃないでしょうかね。これきついですよね。やった。そして額にハイキック一発。これでもやはりもちろんその両者ともにですね勝敗が全てだということは言ってますけれども、この今の実力からしても1対1の醍醐味、このあたりも注目していきたいですよね。そうですね、これダイビングフットスタンプいくかもしれないですね。きたトップロープからフットスタンプ。まずは立ち上がりカウント。これ多分今の女子レスラーの中では、関西選手がこの技を使うのが多分一番ダメージあると思うんですよね。なるほどね、ウェイトもありますし、はい、これきついと思いますよ。あのフットスタンプもちょっとこう斜めにえぐれるというかよじれるような形で入っていくんですよ ね、はい、さあオーバーヘッド。この辺りも研究をしております。同じ鉄は踏まないぞというダイナマイト関西。この名古屋で負けた時このオーバーヘッドも連発食らって負けたんですけどもでした、ね、これを研究してますよね。はい、さあこの辺りやはり再戦を要求したというダイナマイト関西里村芽衣子の研究はバッチリか。さあ足を取った。このままアキレス腱を固めているか里村芽衣子。右の太ももを蹴り上げていく。まず試合開始からカウント2、カウント2、2度奪っていたのは、さあ本日一発のデスバレーの体勢か。この辺りもやはりデスバレーに持っていくのに相手があまりこう抵抗できない。おっとスリーパーか。さあさあ取った。さあ里村メイクの表情が歪んでいる。どちらにもロープエスケープができそうにないリングのど真ん中であります。さあ里村の冬をついてダイナマイト関西が締め上げていく。これあの格の上下で言えば、はい、まあ、関西選手の方がキャリアもねはるかに上ですから、関西選手の様子を見ていってもいいんですけども、まあ、今回は本当に試合開始直後からどんどん攻めていってますよね、関西選手が。そうですよね。そういう意味ではこの関西選手もう里村選手を気持ちの中では格下とは見てませんよね、これ。なるほどね、はい、まあ、
再戦要求をしたこのダイナマイト関西もですね、そういう意味では、まあ、プライドを捨てるっていうこと自体が今の関西にはないのかもしれませんね、うん、そうですね、本当に真っさらの状態でこの里村芽衣子に今日は向かっているということの証なんでしょうか。ダイナマイト関西試合開始から完全にペースを掴んで先制攻撃、そしてまだ里村にペースを渡すことなく試合は進んでおります。第4試合、さあまたまたこれはロープを利用してスリーパーの体勢であります。スリーパーホールド里村芽衣子、自らの体がロープで止められておりますから、この状態で里村選手はもうつま先しかついてないんですよね、はい、上がっちゃいましたね、かなり苦しい。自らの上板もこれは自らの首にかかっているということになります。やっと首だけでリング上に戻されて、そしてまたまたスリーパーの体勢、全くロープエスケープができない。ちょうどガイアジャパン女神の掲げているその真上で締め上げます。ダイナマイト関西、いやーフラッシュマウンテンとかですね、派手な技をまだ使うことなく、そうですね、もう完全にスタミナを奪いに行ってますよね。なんとか里村芽衣子ロープエスケープ。今日のダイナマイト関西のファイトスタイルがですね、何かいつもと違う部分も感じられるんですけれども、そうですね、こうやっぱり結果最優先という形で勝ちに行ってますよね、はい、大技って畳みかけるのではなくて、はい、まずこうスタミナを奪ってというところからですね、基本に忠実にというか、試合プランきっちり練ってありますよね。これそういった意味ではこの試合運びスタート、おっと今度は逆に里村が丸め込んだ、カウント2、しかし関西にまだダメージはありません。ドロップキック、こんな基本的な技をあのダイナマイト関西が使っております。いやー、ダイナマイト関西今日は里村芽衣子、ウェイトもそしてパワーもさらには体格もいわば劣るというような相手にきっちりと基本的な、おっとって、それは里村芽衣子今日一発目、そのままホールか、しかし一発ではダイナマイト関西は沈みません。連発すること大事ですよね。さあそのスタミナが里村に残っているのか、当然里村はデスバレー2発目の体勢ですが、オーバーヘッドも、おっとこれはフェイントか、しかしこのフェイントすごくうまいんですけどね、ここまで研究されてましたね。なるほど、さあそしてスプラッシュマウンテンの体勢か、担ぎ上げた、回る回る、本日初の大技はダイナマイト関西、カウントはカウント2、里村芽衣子体を一回伸ばして逃れていきました。いやー、しかし悔しそうな表情は見せませんダイナマイト関西。何かこう本当に、これ強烈ですね今のミドル、ハイキックで里村が赤コーナーまで吹っ飛ばされました。里村もエルボーを浴びせて応戦が手一杯か、デスバレー連発も今日のダイナマイト関西には効きません。さあ、おっとこれはこれヘッドロック離しませんね、バックドロップ受けたんですけども、里村が、あと里村です、ペースを掴んでいるのは里村、さあヘッドロック、しかしそのままの体勢でバックドロップはダイナマイト関西。さあ里村表情に余裕がないが、ブリッジで返していきます。これバックドロップをヘッドロックかけたまんまで受けるっていうのは受け身が取れないんですよね。なるほど、ある意味ダメージを自分でさらにこう倍化させている部分があるので、はい、2発食らったらきついですよね。いやー、決して自らの持っている大技、派手な技を使っているこの両者ではありません。オーバーヘッドが、さあまだいくか、そのままデスバレーの体勢か、オーバーヘッド2発からデスバレー、デスバレーから一発ゴールに行った。いやー、それは決め技ではありますが、オーバーヘッド、ありましたね。さあまたオーバーヘッドがホール、カウント3を振り込むのか、ダイナマイト関西里村の研究はバッチリのはずですが、さあそして今度は逆にダイナマイト関西がカウントは2であります。関西選手一発一発非常に正確ですよね今日。地味な技ではありますが基本の技を本当に忠実に使ってますね。そうですね、バックドロップにしても今のラリアットにしても非常に正確に入ってますよね。
まだ自らの大技スプラッシュマウンテンは今日1回しか使っておりません。ようやく2回目の体勢か。しかし里村にはかなりの応答、かなりのダメージを与えるか。アルゼンチンバックブリーカー入ってますね。これは珍しいぞ。ダイナマイト関西ためているためている。いやこの間に里村が逃れた。そして反発入れずですかね。さあどうだ、アウトは、やった、オーバーヘッド。そして里村デスマレーの体勢か。そのままホールだ。カウントはカウント2。さあラリアットもよだいだ。ダイナマイト関西またまた名古屋に続いてオーバーヘッドに沈むのか。いっぱいいっぱいのカウント2、なんとか逃れた。ダイナマイト関西表情に余裕がなくなってまいりました。そして里村はこだわるデスバレーボム。さあ決まったか、バンジックエース里村芽衣子、研究され尽くしました。しかしながら自らのデスバレーボムにこだわりました。カウント3。永井さん、里村連勝です。これ里村選手はもうオーバーヘッドも、それからオーバーヘッドを一回フェイントするっていう形のですね、さらに進化した形も研究されてたと思うんですけども、それでもさらにオーバーヘッドのデスバレーっていう自分の持ち技でですね、勝ったところにすごく意義があると思うんですよね、はい、これは本当に実力として認められる勝利だと思いますよ。なるほど、立ち上がりから本当に相手のダメージを地味な技で奪って、そして大技にという基本に忠実な試合の展開をしてまいりました。今日のダイナマイト関西でしたが、里村芽衣子研究の成果がありませんでした。これ本当試合時間はそんなに長くないですけども、2人ともギリギリだと思うんですよね。そしてまたこのファイトの裏に隠された1対1の醍醐味も非常に見事でしたね。そうですね、素晴らしい試合でしたね。長代千草からガイアジャパンの後継者指名を受けました里村芽衣子、自らのデスバレー、そしてオーバーヘッドにこだわりました。研究はされましたが、自分のファイトスタイルでダイナマイト関西を連覇してまいりました。里村芽衣子、まさに下克上。いっぱいいっぱいではありますが、第4試合完勝を収めてリングを後にしてまいりました。これ2人の試合は本当に外れないですよね。すごく内容の濃い試合で、まあ、関西選手今日も負けましたけども、もう一回見てみたいっていうね、内容を残したと思うんですよ。次やったらもしかするとっていうね、関西選手も思ってるでしょうし、もう一回どっかで見たいカードですね。なるほど、このシングルマッチ次はいつ見られるんでしょうか。